では地域定例記者会見を始めます、ご質問のある方は挙手の上社名とお名前をおっしゃってからお願いします。ご質問のある方、あ、じゃあ前から2列目。福島放送笹です。おはようございます。おはようございます。すみません、先週末ですね、東京方面への外出自粛の要請をされましたけれども、東京側の移管線まだすごい移管線となっています。で、今週末とか今後に関して、知事どのようにお考えか、また学校のですね、再開はひとまず先週4月1日からという通常にやるということです。それについてもちょっと教えてください。先週3月27日の県の本部委員会議において、東京都の感染拡大防止対策に協力をするため、東京方面への週末の不要不急の往来を極力控えていただくよう、県民の皆さんにお願いをしたところであります。現在、東京都の小池知事が厳しい状況を踏まえ、4月12日までは、週末の外出を自粛をし、平日もできるだけ在宅勤務をして夜間の外出を控えるよう都民に呼びかけておられます。県民の皆さんには3つの密、密閉、密集、密接を避けるとともに、手洗いと咳エチケットを徹底していただくようお願いをいたします。合わせて東京都の感染拡大防止対策に協力するため、引き続き東京方面への不要不急の往来は極力控えていただくようお願いをいたします。学校の方は、あ、はい、また学校の関係であります。現時点においては4月から通常ベースでの開校ということを予定をしております。ただ一方で総理の会見にもありましたが、日々状況が変わっていくという動向がございます。現在福島県内は陽性の患者さん2例ということで踏みとどまっておりますが、やはり県外の状況、あと国内外の状況を見ますと、非常に事態が日々変わっている状況かと思います。今後政府の専門家会議の意見、あるいは状況を見ながら、やはり臨機応変に対応していく必要があろうかと思います。1点確認ですが、東京方面への外出の自粛というのは継続ということでよろしいでしょうか。やはり先日の土日だけのみならず、現在東京都自身がそのように自粛を訴えておられる状況を考えますと、当面継続をすることが必要かと考えております。その他お願いしますでしょうか。では一番下の NHK さん。NHK の林です。はい、今の関連でですね、この東京方面の自粛っていうことなんですが、これは週末だけじゃなくて平日等も適用されるのかということと、あと県と政府とかのこの会合とかですね、その辺今後どうしていかれるご予定でしょうか。県と政府との対応はどういう件についてということですか。はい、例えば政府の高官と知事が会ってですね、今後の復興とかの話をする場合とかですね、はい、そういった、大臣が来られたりとか、そういう関係性があると思うんですが。わかりました。まず東京方面への外出について自粛をお願いしたいということは、週末のみならず平日も含んで、すなわち今日から当分の間ということを意味をしております。また当分の間は、まずは東京都の小池都知事が4月12日までとお話をされていますので、それが一つの目安になろうかと思います。で、その上でまた東京に対して私自身がやはり往来すること、やはりこれ必要やむを得ない場合には行きます。ただ一方でやはりこの状況を考えますと、ある程度そういった機会を減らしていくことも重要かと思います。現在政府との間ではリエゾンという制度が出来上がっておりまして、県の意向というものを速やかにその日のうちに総務省経由で政府に提案する制度が出来上がっておりますので、すでにこれを活用して本県のさまざまな要望を行っています。また一昨日には根本議員に対してお話をしまして、特に経済対策、今後の新型コロナウイルス感染症対策について重要な5項目について
具体的なお話をさせていただきました。根本議員の方からは中小企業小規模事業者政策調査会長として、またこれまで復興大臣厚生労働大臣のご経験がありますので、政府与党に対して福島県の実情をしっかり働きかけていくという力強いご返事をいただいております。また先日のその根本議員に対する要請事項については、政府に対しては西村経済財政政策担当大臣をはじめ関係の省庁に対して本日までに要望を届けるということにしております。さまざまな要請直接伺ってお話をできるということがもちろんベストではありますが、一方で現下の厳しい感染症の状況を踏まえますと、これまでとは異なる対応がそれぞれの場面で必要になってくるかと考えております。各新報の関川です。はい、外出東京都への方面への往来の自粛要請ということだったんですけれども、本来であれば新型コロナ特措法の立て付けから言うと、その緊急事態宣言が出て、でそれを受けて都道府県知事が外出自粛を要請するという流れだと思うんですけれども、ある意味、東京都をはじめ福島県もそれをこう先取りしているような形になるかと思うんですけれども、そうするとじゃあ法律は何だったんだということにもなりかねないと思うんですが、感染拡大を防ぐためにはきちんとした法律の手続きを取るというのも必要かと思うんですが、この点知事はどういうお考えですか。先般ですね、新型インフルエンザ等特別措置法の改正が行われました。これはやはり緊急事態宣言を発出せざるを得ないような事態が出た場合においては、国としてあるいは自治体としてこの改正法に基づいて対応するということかと思います。で、現時点においては国として政府として緊急事態というまでには当たらないという認識での考え方かと思います。ただそういう状況の中においても、昨今東京都における日々の陽性感染者の数というものが40名台から60名台に、また千葉県等においてもクラスター感染集団感染が発生しているという状況の中で、それぞれの自治体が現時点での制度の中で任意の自粛のお願いということをされております。そういったものを勘案したとき、福島県としても新しい改正法に基づく対応以前の問題として、東京都自身があるいはその周辺の県においても自粛をするという状況を鑑みますと、福島県は首都圏との距離も非常に近いですし、さまざまな行き来があるという実態も踏まえ、東京都の感染拡大防止に協力をするという観点で、先日27日我々からお願いをし、また今日以降も当分の間続けていただくことをお願いをしていきたいと考えております。東京都だったり千葉だったり、あるいは首都圏との近さという点では福島県もその現場の危機感というか、というのと、その政府がそういう宣言をしないということの、その乖離があるんじゃないか、結局その自粛要請をする都道府県知事 にこう責任がこう集中してしまっているんじゃないかと思うんですけれども、その政府の対応のスピードについてはどのようにお考えですか。やはり今回の新型感染症の状況というものが潜伏期間が比較的長いために、非常にこうタイムラグが出るというのが難しさがあろうかと思います。現時点において緊急事態宣言を国として発出する状況にないというものは、専門家会議の議論等も受けてのことかと思います。ただ一方でやはりできるだけ県民の皆さん、あるいは東京都であれば都民の皆さんの命安全を考えたときに、やはりお願いベースでも皆さんの危機意識を喚起していく、醸成していくということも地方自治体、特に広域自治体としての大切な仕事かと思います。法律に基づく宣言、そしてその宣言に基づく自粛をいきなり行うよりも、やはりこういった段階的な対応というものも私自身はあっていいかと考えております。最後に一つ、
3つの密というお話されてますけど、この会見場も結構3つの密が整っているような気がするんですが、広報課の方に窓を開けていただけるかなと思ってたんですが、3つの密だなということを思ったので、次回以降よろしくお願いします。そういったご提案大切だと思いますので、また今後ちょっと間隔をどうするかとか、そういった工夫も必要かと思います。ありがとうございます。朝日新聞の関根です。はい、また関連する質問なんですけれども、はい、福島市も開花宣言が出まして、花見のシーズンだということなんですけど、各市のその対応を見ているとですね、例えば郡山市なんかがブルーシートを引いてとどまるような形で その花見を一律に実施するような呼びかけをする一方で、そこまでの対応していないところもあります。県としてはその、通常 その、飲食を伴うその場に長時間とどまって花見をするということについてはどういうスタンスでありますでしょうか。まず福島県内においては陽性患者の方が2例発令をして、その後は発症が見られないという状況にあります。ただ一方で今後また増えてくる可能性も十分にあります。したがって県民の皆さんにお願いしていくことは、3つの密、密閉空間、密集した状況、密接に人と関わる、これを極力避けていただきたいということをお願いをしております。今年も桜の開花の時期がやってきまして、美しい桜が県内各地にこれから咲き誇るかと思います。これについてやはりその場面場面に応じた対応が必要だと思っております。例えば花見山ですとか三春の滝桜は通常とは違う観覧体制、基本的には花見を皆さんにお勧めしないという状況になっているかと思います。やはり閉鎖空間において長時間人と共にすることがリスクを高めるということになりますので、そういった点をまず県民の皆さんには心に置いていただきたい。あと市町村においてはそれぞれのお花見の場所も状況異なりますので、そういった状態実情に応じてですね、きめ細かに対応していただくこと、あと実際に人が多く押しかけてくるような状況になればより強い形でお願いをしていくこと、これも重要だと思いますので、各自治体の冷静な判断と対応を期待をしております。すいません、時事通信社の柏と申します。今回新型コロナの関連なんですけども、今回こういうことがあったときに知事とかの都知事とかの方でも不要不急という言葉に関してどこまで指すのかっていうのは結構議論になったりもしますけども、内堀知事の方でその不要不急というのはどのあたりまでを考えているのかお聞かせください。不要不急の定義というものは政府もまた東京都自身もいろいろこう悩みながら発信をされているなと感じております。私自身東京都知事が3月の29日に自粛をする際に発言をされた定義、例えば特に用事がないのに出歩くこと、密閉された場所に出向くこと、人と接触するような行動、大人数で集まったりすること、こういったものはやはり不要不急にあたってくる可能性、蓋然性が高いと考えております。また一方で制限するものではない定義として、例えばスーパーや薬局などに食品や日用品、生活必需品を買いに行くこと、病院への通院を行うこと、あるいは仕事のために公共交通機関を使うこと、こういったことについては制限するものではないというお話をされています。おそらく国民の皆さんの一般的な感覚としては、これが不要不急あるいは現時点において制限をされなくてもいいものということで一定のご理解が得られるかと思います。ただ県民の皆さんお一人お一人状況異なりますので、機械的に定義をするということではなく、やはり今新型コロナウイルス感染症が本当に厳しい状況になっている、その中で今日自分がしようとしている行動は本当に必要不可欠なのかということをいい意味で考えながら行動していただくことが重要だと思います。わかりました、ありがとうございます。共同通信の武田です。はい、先週末に神奈川県の黒岩知事が、記者会見で災害時に
死者や安否不明者の氏名について遺族の意向に関わらず公表するという方針を示しました。こちらがその日本新聞協会の要望を受けたものとなっていますが、福島県の場合も同じ要望を受けているかと思いますが、今後その現在 その公表の方針やその県の地域防災計画を修正するお考えはありますでしょうか。神奈川県の知事が言われたのは自然災害の時という理解でよろしいですか。そうです。はい、まずですね、昨今の台風19号災害の際等においては福島県としてああいった対応をさせていただきました。でその後この件についてはさまざまな議論もございます。また協会における要望というものもあります。そういったものを踏まえ現在全国知事会を通じて国に対してこういった氏名の公表のあり方についてやはりしっかりと方向性を出していただくようにお願いをしているところであります。この議論を見守ってまいります。福島テレビの井上と申します。はい、成果の件をお伺いさせていただけたらと思います。はい、Jビレッジでの展示がいよいよ始まるという報道もありますが、知事このあたり今議論のところどんなふうになっているのか教えてください。今回聖火リレーを実施することはできませんでしたが、森会長から安倍総理の提案ということで一定期間福島県で聖火を預かってほしいとのお話をいただきました。ギリシャから届けられた聖火を希望の灯火として県民の皆さんに見ていただける機会を作っていただけることは大変嬉しく感じております。現在聖火の具体的な展示場所や展示期間について組織委員会と具体の調整を進めているところであります。詳細につきましては IOC の確認が取れ次第公表されると聞いております。また展示に際してはマスク着用や消毒液の使用、体調不良者への呼びかけはもとより過度な密集状況を作らないよう観客の列を前後1メートル以上空けて整理誘導するなど、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための対策をしっかりと行ってまいります。関連で、はい、知事 の要望といいますかお考え最初のところで示されて J ビレッジでともやったかと思います。このあたりはそれに沿うような形で今議論が進んでいると考えてよろしいでしょうか。現在具体的な内容を組織委員会あるいは IOC と調整中でありますので、今しばらくお待ちいただければと思います。テレビ福島の岡です。よろしくお願いします。自主避難者のことについて伺います。はい、先週県は自主避難者4世帯というのを提訴しました。まあ、県が県民を訴える事態となったわけですけれども、まあ、この中には生活が立ち行かない世帯もあるというふうに聞いています。まあ、訴訟を回避できなかったのかなど、まあ、どうお考えかというのを教えてください。今月25日国家公務員宿舎に未契約で入居している5世帯のうち自主退去された1世帯を除く4世帯について宿舎の明け渡し等を求め福島地方裁判所に提訴をしたところであります。これまで調停を含め話し合いによる解決を目指し住宅の紹介等の支援を継続してきたところでありますが、4世帯については新たな住まいの確保の見通しが立たないことからやむを得ず提訴に至ったものであります。ありがとうございます。知事おはようございます。おはようございます。一点ですね、ロボットテストフィールドのことについてお伺いしたかったんですけれども、これ全然場所関係ないんですけど、トヨタと NTT がですね、スマートシティの関係で資本提携をしたというニュースがありました。郡山 の医療機器センターがですね、まあ、一時非常に厳しい状態にあってですね、まあ、ロボテス自体がまあそういう二の舞にならないようにというご指摘は多分多々あるんだと思うんですけれども、まあこうやっていろんな各県がこういうふうなことに乗りこういろいろ始めているところについてどのように考えて今後、まあ、競争していかなくちゃいけないと思うんですけれども、どのように対応されていかれますでしょうか。はい、福島イノベーションコースト構想の中核拠点である福島ロボットテストフィールドが明日全面開所を迎えます。
すでに全国から最先端の企業や研究者が集まり、世界初の実証試験やロボットの新たな基準作りに向けた試験が行われるなど、革新的な取り組みが進められています。今後この拠点を核として、県内外の企業や研究者が緊密に結びつき、メイドイン福島の革新的なロボット技術や製品が生み出されるよう、ロボット関連産業の振興に取り組んでまいります。また今日本の中でさまざまな新しい動きがございます。例えば空飛ぶ車、これは比較的将来の話ではなくて近未来の重要な課題であります。これについて国内外のメーカー研究者の皆さんがまさにしのぎを削って競争されております。空飛ぶ車が国内で試験拠点として指定されているのは我々のロボットテストフィールドのみであります。こういった優位性も生かしながら世界最先端の研究また産業の振興、こういったことに全面解消を踏まえてしっかりと取り組んでまいります。もう少し行きますか。指名されてない方を、福島民放佐藤です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。またコロナの話にちょっと戻ってしまうんですけれども、先週その知事が東京都方面への不要不急の外出を控えるように求められて、この2日なんですけれども、土日でその県民の皆さんでその自粛がされていたかという確認というか、今日からまたその継続されるということですけれども、その検証という部分ではどのようにこう見られていくか教えていただけますでしょうか。まず土日の間ですね、さまざまな報道等を拝見している範囲ではやはり人の動きが大きく減っているなという感じがしております。また私自身土曜日には郡山に行きました。その道すがらもあるいは郡山の市内の周辺福島市内を見ていても明らかに通常の土曜日に比べても大きく人の足がこう人の集客というんですかね、それが落ちているなというのが実感でありました。今後例えば JR の新幹線の乗車状況ですとかそういった客観的なデータもあろうと思いますので、こういったものを見て現時点の状況を確認をしてまいります。また併せて今後県として県民の皆さんに東京方面への自粛について先日週末だけということを多分考えておられると思いますので、当分の間やはり続けていただきたいんだということをしっかりと広報を進めてまいります。よろしいでしょうか。じゃあ、あとお二人だけいきますか。じゃあ、あとそれぞれ一問ずつ。はい。NHK さん。ちょっと話題ガラッと変わるんですけど、今日から NHK の方で朝ドラのエールが始まったんですけれども、知事ご覧になったかということと、あと、期待といいますか、今こんな状況なんですけど、どういうふうに県民に感じてほしいか、お願いします。本日から NHK の朝の連続テレビドラマエールがスタートしました。すいません、まだ朝の放送は見ておりませんが、録画をして夜しっかり見させていただきます。これから私自身の習慣として毎日エールを見る、また土曜日はこう総集編的なものもあるかもしれませんが、そういったものもしっかり見ていきたいと思います。で、昨日までにエールのこう PR の番組というものを見ておりますが、非常に多くの登場人物が生き生きと活動されています。古関裕二さん、久保田正孝さんが演じます。古関金子さん、二階堂ふみさんが、またその周りの俳優さんたちも素晴らしいメンバーばかりです。また福島県内でのロケも入っており、また音楽も非常に素晴らしいものがございます。今回東京オリンピックパラリンピックが残念ながら結果として1年程度延期となりました。しかし中止ではなく延期であります。皆さんに、国内外の方に、ぜひ多くの方にエールを見ていただきながら、来年2021年に東京オリンピックパラリンピックに向けてまた機運を醸成していく、特に今新型感染症の状況もあって皆さん気持ちがちょっと落ち込む部分あろうかと思うんですが、朝あるいはお昼に見ていただいて元気になっていただくことを期待をしております。どうぞ。最後に
国新報関川です。4世帯の低層の関係だったんですけれども、はい、先ほど知事新たな住まいの確保の見通しが立たないのでやむを得ず提訴したというふうにおっしゃったかとちょっと聞いたんですけれども、新たな住まいの確保ができないから提訴したというのはいかにもなんかこう追い出しているというような印象を受けるんですけれども、本当にそれでいいんですか。はい、先ほど4世帯実はそれぞれご事情が異なります。でそれをちょっと具体的に言うと若干というところもありましたので包括的な表現をしております。お一世帯お一世帯の状況異なりますのでそれにつきましては担当部局に聞いていただければと思います。私たち自身はやはり話し合いによる解決というものを目指してきたところでございます。よろしいでしょうか。以上で定例会見終了いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。